気分はまだ学生の感じでやらせていただきましたありがとう。友達とキャップ交換したりとか、うん、彼氏と交換したりとか目がキュンキュンしてます <laughs>、はい、今回私はあのセーラー服を着用させていただいてるんですけど私自身中高の間があのずっとブレザーのスタイルの制服だったのでこうしてセーラー服を着させていただいてそしてあの佐野さんもおっしゃっていたんですけどこちらのイメージカラーの青をつけさせていただいてとっても 気分はまだ学生の感じでやらせていただきましたありがとうございますあたさんじゃあ実際はブレザーでセーラー服着たことないんだそうなんですだからセーラー服にすっごい憧れを抱いていて、ね、こうして今着ることができてとても嬉しいですさん実際の学生時代ちょっと思い出していただいてこういったシーンであったりシーブリーズの思い出ちょっと聞かせてもらいたいんですが、はい 私もあの中学時代は運動部に所属していたんですけど実際にあのスポーツバッグの中にシーブリーズこのウォーターだったりこのシートだったりとかを忍ばせて友達とキャップ交換したりとか本当にまさに使っていて今でもこのシーブリーズの香りを嗅ぐと学生時代がもう鮮明に思い出されるようなそういう記憶とともにこう何でしょうこうすり込まれたこの記憶がこの ウォーターとシートなので、あのなんですかね、とっても思い出深いものを自分がこう PR できるっていうのをすごく嬉しいなと思ってます。はい、いや今キャップ交換っていうのが出てあ、本当に使ってくれてたんだってすごい思ったんですけど、<laughs> はい。流行りましたよね。めちゃくちゃ流行りました。た私はあの女の子のお友達とやるしかなかったんですけど、<laughs> あの <laughs> こう。 彼氏がいたりとか恋人のいる女の子とかは彼氏と交換したりとかなんかそういうのを見て勝手に羨んでたっていうのがありますね <laughs> いいなぁなんて思いながらありますよね、はい、あの子の絶対キャップ何来るのだみたいな、ね、そうなんですありましたあの子とあの子のってあのシーブリーズとこれだよねっていう <laughs> 本当にありました懐かしい今ちょっと胸がキュンキュンしてます <laughs>、はい、いやもうまずシーブリーズのキャストに こう選ばれたときにマネージャーさんからお話をいただいたときにすっごい声が出てええー、と <laughs> まさかまたまたっていう感じだったんですよまあまさか嘘なわけもなく本当にあのシーブリーズの CM が決まったよって報告いただいたときはすごく嬉しくてそしてそのさんとあの共演させていただくということで。 あの私も勝手に佐野さんと一緒に生徒役かと思っていたんですけど本当です、本当です、佐野さん、なんとなくこう生徒として出演されているイメージが私の中で勝手にイメージがあったのででも今回、生徒と先生で佐野先生あの初めて先生として演じられる佐野さんの生徒役をあの演じさせていただけてとても光栄でした。